ビーストロケット引っこ抜きよ、ぶっこ抜き、ブワー水上スキーブーン。どうも高橋です。今日ご紹介するリールはですね、このレボビーストロケット6.9のベイトリール、何が最強かっていうと、これね、1回転で108センチ、1メーター超えてくるんですよ、巻き取りが。1回転で108センチ。ということはですよ、巻き取りが今、現在日本、結構最強。そういうことなんじゃねえかなと。これ。自重は結構重くてね、これ270グラムかな、結構重いんですけど、例えばね、これ175グラム。ちょっと重い。なんだけど、強いんですよ。これアブガルシアね、これ。やばいですよ。もうギアのパワーが全然違うから。強い、とにかく。なんで、これ投げて、ぐる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 って。もともと自分ね、ガサツな人間だったんですよ。いいですか。なんか投げた後に、ぐる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 って巻いちゃうタイプ。早い回収、せっかちなんでね。投げてボーン、投げてボーン。巻き取りが半端ない。でちょっとこのね、最強の巻き取りがもう速くて、もう強い。多分世界最強のベイドリルね、強さだよ。もうすごいよね。1回転で1メーター超えてくんだから。これビッグベイト投げた後、グルングルングリ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 ーンなんて巻き込んじゃって。え？とんでもないことになってきたよ、これまた。ほら。レボビースト40ロケット。これはやばいな、これ。やっぱアブガルシアって言ったら僕のイメージはね、強いって感じ。最強って感じ。このハンドルがまた大きいね、ハンドル系っていうか、ここ全然違う、これ20メダルとこの大きさが、ここ、これもう大きい、ここがもう強いよね。これ俺アブガルシア向いてんのかな。俺こういうね、重いリール投げて結構、僕ね、このライン太い方が好きなんですよ。太めのラインでもう気にせずグー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 巻くみたいな。その辺のモーとか引っかかったらグラグラグラって巻くタイプ。で、グラグラっていうのは気持ちいいっていう、結構フィネスじゃない感じ。ハードな感じなんで、これ自分に合ってるベイドリールなんじゃないか、これ。ほら、こんな感じです。こいつはいいな。このユリが絡んじゃった。これね、 9.2 対1だったかな、ギア比が。スプールが 37.5 ミリだったかな。こいつは強いっすよ、マジで。最強、最強のベイドリル。ちょっと今からこれ投げに行こう。グルーンって投げた後、グリグリグリー巻いちゃった、これ、ベイドリー。レボビーストロゲット。これはすげえ。あ、一緒にこれも報告しとかなきゃ。カリスムスティック。KC70XH。これ、2オンスまで投げれちゃうから、ビッグウェイトゴリ曲げできるな、これ。2オンスって言ったら 28g×2 の 56g ですよ。何でも投げれる。どんな重いやつでも。こいつ。はい、やってきました。このアブガルシアのね、ビーストロケット。ビーストっていう名前がもう獣ですからね、これ。これ何すごいかって、これね、1回転で1メーター巻くんですよ。これ。やばいって、これ。これあるでしょ？ 1 回転でこう軽くキュッとやっただけで、ほら。もう軽く巻いただけでもう、だから、なんちゅうの、もうハイギアの中のハイギア、スペシャルハイギアですよね、これ。ほら見えてるかな、こうやってあるでしょ、軽く動かすだけ、キュン
ほら、これはビーストだわ。じゃあ記念すべき1投目ね、やってみます。どんな感じか。ほー、うわー、これはすごい。ちょっとね、かなり重い、16g あるこのヨーズルのクランクベイト、これ巻き抵抗すごいんですよ、ね、これ重くて巻き抵抗すごいディープクランクなんだけど、軽々巻いてきちゃう。あ、ドラグ力って全然ちゃうわ。あとこのちょっと巻きすぎかな、ライン1回転で 1m 来てしまうという、うわ、これはね、こういう抵抗感のある巻き物にはすごいいいんじゃないかな。これ普通のね、スピニングじゃ巻けないよ、このルアーは、うん、特にこのディープクランクで、そこに結構そこ浅いんでね、そこにダン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 って当たるような状態になったらスピニングとかで絶対曲げないんで、この抵抗感のあるのはね、ここ見て、これさ、こうあるやん、行くよ、キュン、1回転で1メーターですよ、キュン、ほら、やばくないかこれ、マジで。うわー、これはやばいな。あのやっぱりね、アブガーシアのペイトリール、このドラグ力が全然違うんで、これモンスタードライブの全然上ですかね、ドラグ力だから。ドラードとか、まあ、ビアコで言うとビアコーナマズ、そういうようなドゥディッケ化け物、このアーブのビーストロケットで一発ねじり込んじゃう。ビアコーナマズと戦ったって、もうこのドラグが強すぎて、これすごいからね、このドラグ力は。これはやばいわ。ふーん、こういう感じね。あとこれハンドルがちょっと大きめなんで、ほんとパワーがある感じ、巻いてて。今根がかりしまくってる、今そこにね、毛みたいなゴミとかにドドドドって当たりまくってて、今地面当たってて、すっごい抵抗あるんだけど、それでも軽々巻いてくる。うわ、やばいわこれは。値段はね、2万円ちょいでね、そんなに高くないベイトリールですけど、やっぱりビーストのロケットですからね。なんせ初めて使ってますけど、生まれてアブガリシアのベイトリールは1個しか持ってなくて2個目ですね、はい、なんですけど、これ最強、世界最強、モンスター狩るならこれだろうね、うん、だってモンスタードライブよりも全然上なんだから、ドラグ力が全く違う。モンスタードライブよりもね、パワーがあるんですよ、だから結局値段は安くてもね。だから本当の戦い、うん、ビーストとの戦い、化け物、モンストロでしょうな。モンストロと戦うんだったらこれ、その辺は価格値段が高いからすごいわけじゃない、実用性はこれナンバーワンだろうな、これ。だからマグロとか狩り行くんだったらこれで無理かな。マグロはどうなんだろうな。ただこれすごいよ、モンスタードライブよりもあのドラグ力が上っていうことは、パワーがあるってこと、あと1回巻いたところもエクストラハイヤーですよ。モンスタードライブなんか全然1回くるーって巻いたら 1m ですよ、グーンって。こんなね、スピンベイトなんか巻いたらくる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 って。だから巻いて回収、巻いて回収っていうパターンの次には、これアブのビーストロケットしかないかもしれないな。これにしても抵抗すごいな、このルアーは。あとそこにダダダダ砂煙上げて動きまくって、こんな感じよ、見える、グーッドド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 ド、すごい抵抗あるからこのルアー。じゃあ今度これを投げてみましょう。はい、デカダッチ初めて投げます。これやばいでしょ、このデカダッチ。このモンスタービーストで投げたらどんな感じになるのか重いねこれ、ね、いきます。ほう、なるほどなるほど、ほうほう、ダッチがどうやって泳いでくるのか、 すごいなデカダッチ。あの引き波、軽々負けるよ、軽々。やっぱアブガルシアやっぱ実用的なんだ。もうね、なんか
全然軽々巻ける、うん、あのさっきのなんだろうクランクベイト両釣り 3D のあっちの方が全然巻き抵抗あったね。こっちはもう軽い。うわー YouTube でよく見るやつや。俺こういうねビッグベイト投げないんで基本、うん、こういうのあんまりやったことなくてちょっと素人レビューなんですけど、このデカダッチのバタバタ音、こんなもん飛び出してきたらこれアドレナリンマックスでしょ。これバサバサ音、もう軽く曲げだけでいいよ。これねデカダッチ、うわポーンって入って、もうなんだろう、ゆっくりゆっくり、これエクストラハイギアだからもう超スローでいいねこれ。でこんな感じで曲げてきます。これなんか釣れそうマジで。YouTube で釣れてる動画ばっか見てるからなかなか釣れないんだろうけど、釣れてる動画ばっか見てるからデカダチ結構釣れそうだな、うん、おーいいね。これ出るんじゃないかなマジで。なんか今日風強いしね、普通にこのアブガルシアのねブーストロケット、これレビュー中にでかいの出ちゃうんじゃないかって巻いてたら下からドーンやと、こんなんで釣れたらもうあれだろうね、もうアドレナリン出ちゃって、これ相当ゆっくりでいいわこれ。エクストラハイギアものすこのぐらいでちょうどいいぐらいだよ、うん、こんぐらいのゆっくりのスピードで、もう普通に巻くとねバシャ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 って言ってバシャ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 ってなっちゃうね。ちょっとこれ1時間ぐらい投げていくわ。まさかそこで下からドーンって臆病このモンスター来たら大変なことになるよこれ。ビーストロケット名前の本当名前にぴったりだよねこれ、うん、あれはすごいな。来てる来てる、奥から来てる、奥から来てる、デガダッチがガバシャ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 、これ来るかもしんないなプリのバスがね。え産卵控えて、産卵控えたバスがさ、縄張り邪魔すんなっつって下から食い上げてくるかもしれない。マジで産卵控えたバスがこの辺に飯食いに来た時に下から飲み込んできてブワーッブワーッて来るかもしれないな。ほう、もうこれ回収が早いわ。びっくりした。1メーター108センチね。1回転で。1回転で108センチのパワーは、これ見て。これごぼう抜きだよ、これ。デカバス来てもドドドド抜いちゃう、これ。まさに俺、ガサツの俺にぴったりかもしんない。ビーストロケット。引っこ抜きよ。ぶっこ抜き。うわぁ、水上好き。これ。やべえな、ビーストロケット。めちゃめちゃまあ追い風参考でめちゃめちゃ飛距離出てるし、ほうこういう感じでゆっくり前でゆっくり前でしたからバフーだったらバフー、回収作業鬼早く、デガラッジがこれこれもんですわ。やばいなビーストロケット。すげえよ、うん、パワーは半端じゃないマジで。向かい風今投げましたけど余裕ですね。あ、やっぱり俺ねハイギアがいいな。ローギアで回収が遅いのはねちょっと、ハイエアだったら大は小を兼ねるでゆっくり巻いて回収したい時はババババババって巻けるし、やっぱこうエクストラハイエアだな。ハブはでもこれ合成感半端ないなこれマジです。戦いの時使うベイトリールだよこれ。投げてこうかな今後俺デカダッチいろんなとこで出るだろうね。朝から晩まで巻いてたらすぐには出ないと思うけど、ワームをせこせこ投げてね1日だけで1匹しか釣れないとかもあるんで、バス釣りってなかなか釣れないと思うんですけど、この泳ぎがやばいわ。
デガラッチ。うわぁ。これは可能性であるぞ。臆病の化け物。あんだけ飛距離出てたら結構飛距離出てるんで、警戒心ないところにドスンはめ込んじゃって、してからブワグー。可能性十分あるな、これ。ビーストロケット、こいつはいいよ。これいいね、デカダッチ、ね、こういうのも結構、これ実はこういうのが合ってるのかも、性格的に。結構俺乱雑で、なんだろう、ガーンガーンっていうパワーがある感じの釣りが、そういう感じになっちゃうから、根明かりとかしたって藻とか引っかかったってグーンってブチ切るみたいな、そういうのが俺いいからね、合ってるかも。太いライン巻いて、うわあれ、ひいぼきしてるわ、デカダッチ。うわー、はい、小1時間ね、これ投げ倒してみましたけど、正直これ気持ちがいい。ビッグベイトやった人の気持ちが初めて分かったわ。なんかドッサーンっつってね、でパタ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 っつって、あそこで大当たり確率1000分の1、あ来るんだよ。でもね、1000分の1で大当たりがブワグーっつって、そしてアドレリンが出て投げたくなってしまうっていう構図ね。気持ちがいいよ。ちょっと今日風強くてあれなんだけど、これ投げてると寒さなんて忘れる。気持ちがいい、これ。回収作業が早いのは最強だよね。でゆっくり巻けばね、全然問題ないんで、ゆっくりスピード見て、おいって今着水からちょっと10秒ぐらい待って、下からチョンってやった時ブーッ来ることあるから、トップはこれ、あらこれいいね、ネットで学んで知識ひきらがしてくる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 回転させて、これこれはでもちょっと気持ちがいいかもな、こういうトップウォーター的なねえ、このアブでビーストロゲットで、これはすごいだ、これこれバグ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 ってこれ巻いてくるとさ、なんかネズミとかが溺れてるような感じだよね、あれ。ダッジはもうセミじゃないよ、ネズミだよな。でっかいネズミが溺れてバグバグっていうの、50アップでブワーってくるっていう、気持ちいいな。あまた会おうぜ。